第16回スポーツフォーベター3分配信スタートします。今日は高校剣道部の女子の強豪校についてお話しさせてもらえればと思います。その前にお知らせです。現在ケニアの難民選手団のサポートにつながるビールを開発しまして、そちらのクラウドファンディングを実行中です。終了まで残りわずかです。まだまだサポートを必要としておりますので、ぜひホームページをご覧いただいて、サポートをしていただけると嬉しいです。ビールを購入させていただいた方には、自分自身が直接お礼をさせに行かせていただきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。さて、今日は高校の剣道部の女子の強豪校についてお話をさせていただきたいと思います。高校剣道部女子の強豪校と聞いて何かイメージされるとか、あ、ここ強いよねって知ってる方いますかね。まあ、なかなか出てこないのかなっていうところはあるんですけども、まあ、皆さんとちょっと馴染み深い名前とですね、ちょっとリンクさせてもらって今日は紹介させていただきたいと思います。宮崎県の高千穂って皆さんご存知ですか。まあ、観光地としても有名で、高千穂峡だったり、まあ、神社っていうところもですね、かなり有名な観光地かなというふうに思ってます。その高千穂なんですけども、剣道部、これまで剣道やってきた人にとっては観光地っていうよりも高千穂高校剣道強いよねっていう方がイメージが強いです。まあ、女子ももちろんなんですけども、男子も全国的にも有名な高校でですね、まあ、高千穂イコール剣道部っていうところはかなりイメージの強い高校です。まあ、女子も名門でですね、いつも全国大会でも上位に上がってくるほどのレベルになってます。まあ、高千穂を中心にですね、九州の高校っていうのは基本的に剣道が強いんですね。まあ、宮崎県、熊本県、まあ、福岡県もそうなんですけども、まあ、皆さん今後ですね、九州行かれる際はですね、まあ、高千穂行かれる際はですね、観光ももちろんそうなんですけども、あ、剣道部強いんだったなっていうところですね、ちょっと思い出していただけると、剣道をやってきた人にとっては嬉しいので、ぜひそういう面でも、剣道を思い出していただけると嬉しいです。第16回スポーツフォーベター3分配信でした。